久しぶりだな、母さん、父さん。お？なんだ、花ばっかになっちまったな。まあ花好きだからいいよな。母さんはなんで花が好きなの？可愛いところとか綺麗なところとかたくさんあるけど、一番は花言葉を楽しめるところかな。花言葉？お花にはそれぞれ象徴的な意味を持った言葉があるの。チューリップは思いやり、ひまわりは憧れとかね。ふん、じゃあこれは？これ？うん、これ。これはカランコへは内緒。なんで？この花はトールが生まれてくる前にお父さんと一緒に買ったんだよ。トールに早く会いたいねってお話ししながら選んだ特別なお花なの。だからこの花言葉はトールが大人になったら自分で調べてみて。俺絶対忘れちゃうよ。トールは忘れん坊だからね。でもいいの、内緒でメッセージを送れるから。お母さんは花言葉が好きなの。なんで俺なんかのために。